コストをしましょうかね。に気づかされた孤独ではないこと、そう、お休みメールがね送れんかったんよ。届いてないよね多分。送ったんやけど、もう1秒の差で送れんかった。もう1秒1分になった瞬間にバッて押して、あ、これギリギリいけたかもって思ったら多分届いてないから、もう一番悔しい後だった。最近ではちょっと久しぶりかも。悲しい。もうまだ今諦めがついてない。楽しい。音読する？え、でもね、いつもは下書きに書いてからメール送るんだけど、もう今日時間がなかったから下書き書かずに送ったから、もうないや、その送ったものが手元にない。送った文章が悲しい。今日したこととか書いてたし、とあるとある人とのツーショットだったんですけど、また明日送ろうかな。今日も一日お疲れって書いてた。今日は一つに結んでました。ずっと今日帽子かぶってたから前髪がちょっともうぺちゃんこかも。トラさんめっちゃ可愛い、ありがとう。翔一さんリップありがとうございますリップありがとうございます。帽子のつばのシールって、そうちょっと今悩み中。ニューエラのさ帽子、あ、なんか反射で映りそうニューエラの帽子ってさシールついとるやん。でもそれなんか剥がさないのがいいみたいな説もあるじゃん。これって剥がさない文化なんでなんやろねってね。そうだからちょっと剥がすか剥がさないかめっちゃ迷ってた今日今日はね新しくかぶったんですけど、迷ってた。剥がさない方がいいのか。ニューエアの発音がちょっと違う。本当本当どうなん。どういう発音ちょっと教えて。めっちゃにわか。諸説あり。
けんちゃん、愛ありがとう。さっきサーヤンが褒めてたって、え、ヤンヤンヤンが何をだろう。そうだから、ちょっと迷ってた。カズサさん、はい、ありがとう。マー君めっちゃ可愛い、ありがとう。6月はイベント目白押し。そうなんよね、6月は楽しみなご予定がいっぱいじゃない。さやかりん月間にしてくださいますか。ニューエラ、本当ニューエラなん。ニューエラなん。ニューエラ、ニューエラ、ニューエラね。ありがとう、恥をかかずに済んだ。ニュー、あれもうわからんくなっちゃった。ニュ、ニューエラ、ニューエラ、ニューエラ、なんで今日結んでたかというと、キャップかぶったらさ、このキャップの後ろにさポニーテールをしまえるやん。だからしまえるから、キャップの時はポニーにしがちかも。もう前髪が潰れちゃう。ニューエラ、今日はお姉やんに会ってました。お姉やん、っていう感じのメールを今日お休みメールで送ってたんですけど、1秒で間に合わなくて、またぶり返した、またこの悔しさをぶり返した。明日送ります。おいっこくんにも会った。もうすっかり夏の服、夏仕様にしたんですけど、どうなんだろう、もうみんな半袖着てる？
髪がもうボサボサになっちゃった。ボサボサ。日中はね半袖でもいけるよね。日焼け対策で長袖ってそう見習わんといけん。日焼け対策しなきゃね。嘘、予約が23時40分になってた。本当？え、ごめんごめん、23時40分になってた。え、22時40分のつもりだった。ごめん、完全なるミス。本当だ本当だ、ごめん。今気づいた、もう23時40分のつもりで、あ、違う、え、22時40分のつもりで普通にヤッホーとか言って時間どう、時間ですって思ってやったのに。あ、じゃあびっくりさせちゃったね。あれ、ごめんね、急に来たからあれってなった、はあ、完全なる勘違い。22時40分のつもりでもう入れてもう進めてた20、ごめんなさい1時間前行動。なるほどね。いやー失礼いたしました。22時40分です。12時40分のからさせていただきます、うん、何の話してたか忘れちゃった。そう、6月はいっぱい会えますねっていう話。あ、ニューエラの話も。そう、保健室 ST48 の保健室ラジオ今日も出させていただいて、今日の放送の22時からでちょうど終わったあたりにしようって思ってたら間違えちゃったね。ホケラジ、前回と今週、先週と今週で2週連続出させていただきました。先週は一番初めに身長を測った。そしたら 163.6cm でした。伸びてなかった。なんかだいぶ前、2年前とか3年前とかにレッスン場になんか身長測るのがあって、測った時と全く一緒だった気がする。163.6
から変わらず。そうだから私いつも163点、もう点のとこ点6は切り捨てて163センチですって言ってたんですけど、それはやめた方がいいよって言われた。その点6大事らしい。からこれから聞かれたら 163.6 って言うか。四捨五入していいんかな。でも164っていうのは違わん。どうなん、どっちに。まださ 163.8 とかならさ、8とか9とかならもう164でもいいかなって思うけど、 163.6 って絶妙よね。切り捨てるのか。どうするのか。誤差の範囲四捨五入でいいん。ほぼ164で OK。なんて言おうかな。163.6 って言おう。聞かれたら整体で伸ばしてもらおうって。伸ばしてもらえるんかな、伸びるんかな。それが前回の放送で、今週は握力を測りました。朝測ったら高いん身長。そうなん、夕方。え、じゃあ測ったのあれ夕方だった。さやかりんまだ伸びそうやんなって。そうよね、まだ17 何にしようか、18だからギリね、伸びるかもしれん。そこ年の誕生日で18だからまだ伸びるんかな。どうなんだろう、どれぐらい前伸びるんかな、ちょっと分からんけど、うん、まだいけるんかな。19歳ってお年玉もらったって言ってたのに。じゃあどんどんこれからは折り返しにしていこうかな。生誕祭がね発表されて、6月20日、6月20日に。あれ、この話ってしたっけ、配信でしたかな。6月20日にしてないか。じゃあ配信では初めて。6月20日にね、チャートリ公演で生誕祭させていただきますね。びっくりした、私もさ、いつ発表されたっけな、告知された日に知ったので。チャートリなんだって、
会活動なんだって思ってびっくりした。なんか勝手に普通に16人公演でするかと思ってたから。毎年毎年って言ってもでもまだここ2年ぐらいずっと16人公演だったので、僕隊と花だれでだったので、また花だれ公演かなって思ったんですけど、さやかりんが希望してないんだ。え、してない。え、希望、希望制なん？希望言う人もいるらしいの？そうなん？希望って通るん？え、そうなん？言ったことないかも。言ったことないな。希望は通るとは限らないって。それはそうやね。そう、でもだからすごい新鮮だなって思いました。チャートリ公園で生誕祭でもね、平日だからね、どうだろう、なかなか難しいって方もいらっしゃるかなって思って、そこがどうだろう。そういう思いです。すごくお祝いしてもらえたら嬉しいんですけど、でもね、無理をなさらずにね、平日なら誕生日当日が良かったねって。確かにね、確かに19日なんかあるんかな。今のところは空いてるけど、でも誕生日の次の日もさ、すごい誕生日気分、誕生日迎えたその気分のまんまで生誕祭もできるから、すごいハッピーいいかも。都合つけていくって、最大限努力します。休みました。本当に？そう、広島クラブクアトロさんでさせていただきます。で申し込みましたって、有給取れんかったぜって、うーん、平日なんで厳しいですって。でもそうよね、そうよね。ね、夜だからね、18時半からなので、うーん元気って急に元気よ。でも無理はなさらず、もしね、来てくださる方がいたら、つなさん、はい、ありがとう。そのね、都合と相談して、今年は敬老ナイト日本配信するって
オールナイトではなくケイロナイト。え、去年4時まで配信したっけ。そんなした？ 3 時とかじゃなかったっけ。確かにケイロナイト、じゃあそのあれかもしれんね、スケジュールにも入っとるんかもしれん。19日はケイロナイト日本、18から19にかけてケイロナイト日本があるから、もうスケジュール私埋まっとるけん当日できんやったんかもしれん。そういうことなのかな。くずみってありがとう、嬉しい。よしよし、コメントが追いついた。そうね。今年もやるかな、日またぎ配信は。でも分からんよ、そんな長くはせんかもしれんとか言っておきながら、もうなんなら5時とかまでしちゃったらごめんなんですけど、なんか結んでたら揺らしたくなっちゃう。感じで生誕祭も決まってね、髪型どうしようかな。ゆずきちさん、リップありがとう。ありがとう。ね、リリーベもあるしね。私は大阪行かせていただきます。大阪が第一陣だよね。第一陣っていう言い方どうかしら、分からんけど、発売イベント6月8日大阪。もですし、発売当日にもね、広島駅の方で発売当日イベント6月12日第一陣ね、握手が再開、握手会って書いてて、それもびっくり。もうさ、2期生ってさ、一回すごい幻の握手会があったんですけど、幻のね、握手会が1回だけあったんですけど、それ以来だから、もう
緊張しちゃうかも。やばい、緊張しちゃうかもしれん。緊張しとるかもしれんけど、お手柔らかに。握手しましょう。どんな感じなんやろうね。でグループ握手会だった。みんなも緊張するの？じゃあお互いあってなりそう。あれ、あ、握手、あこれっていいんですかみたいな。楽しそう。そう、大阪は愛子じさんと愛子じさんとか初めて言った。愛子さんとやんやんと私のレーンですね。ついに。あ、でもどうなんやろ、手袋とかあるんかな。なんか書かれてたかな、ちょっとわかんないんですけど、ついに私の手がバレてしまうんですね、みんなに。私これまで生きてきて一番褒められる場所って褒められたところってどこかわかりますか？学生の時とか一番褒められてたことってどこかわかります？後日詳細が出るんだ。まだ何も聞いてないかも、メンバーも。にゃん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 。指の曲がり方そう、指の曲がり方、曲がるのもそれもあるんですけど、勇気すごい素敵な人だね、勇気を褒められる人。そう、一番褒められてたところ手なんですよね。手の何て言うんやろ手を一番褒められてた。手の食感。それがついにバレてしまうかもしれん。だからちょっと触ったらでも分かると思います。そう、バレたく秘密にしてたんだけど、でも分かんないね、手袋の有無が分かんないので。
私の手を、手だけを取ってマスコット手だけを取って欲しいって言ってる友達がいた。すごい、今考えたらちょっとサイコパスすぎる、怖い。だから秘密にしてね。サイコパス。やばい友達って、私の本体はいらないのって聞いたら、それはいらんって、手だけでいい。手だけでいいらしい。ちょっと悲しかったですね。なんか毎年さ、毎年じゃない、毎月私さ、待って、もう今月終わるじゃん、もう何月になるの、早すぎんって言ってるんですけど、なんか知らんけど私もうすでに気分が6月なんよね。今月だけ、この前ももう6月と思い込んで話してて、え、待って、まだ5月なんてなったから、そう、なんか今回はね、今月は違うんよ。今月は私が時間を追い越してる。分からん、たださ、誕生月だから浮かれとるだけの人なんかな。ちょっと恥ずかしい、もう23にもなるってすごい浮かれてる人なんかもしれん。それだったらちょっと恥ずかしいんですけど、もう気持ち、今6月だから今月に限っては全然、え、待って、もう今月終わるやんってならん。待って、まだあと1週間も今月は5月ってあるんになってるかも。あ、23なのって、いや、え、あ、そう、18にね。いや、そう、楽しみにしてたからかな。なんかそう、花のセブンティーンも良かったんですけど、なんか18ってさ、ちょっと楽しみにしてて。そうちょっと間違えちゃったな。そういうことなんですけど、もうすぐ成人か、どうしようかな、成人式。今って18歳が成人式水素で決めないと。何色にしようかな。ちょっと緑っぽいのがいいかもな。緑というか、あれ何色って言うんだろう。
ミラルドグリーンみたいな。私が着たやつ。あの色結構お気に入りだった。そう、本当はね、自分の希望は紫系が良かったんですけど、ちょうど私が探してる感じの紫がなくって、その振袖をお借りしに行った時、こちらどうですかって言ってくださったのがめちゃめちゃ好きな色で、緑っぽいやつだったんですけど、これだって言った。あれが、そっか、もう2年前っていう、あ、そうね、前撮り、あ、前撮りの話ね。という、まあ前撮りおしたんですけどね。やばい、もうなんかこの設定があやふやすぎて、どっちつかずの話になってるから、もう何の話しとるかわからんくなってきた。もう22歳としても話してるし、18歳としても話してるから、もうわからんくなってきました。みーくん、星10個ありがとう。あやふやです。もうこんな時間になってしまっている。よしとさん、何これ、キュンキュン、ありがとう。じゃあ30分に終わろうかな。明日はそこそこ早起きの日。そこそこ早起きデーです。山猫ポーズさん、リップありがとう。そこそこ。何時起きやろう。ちょっと計算する。いつも私は何時に起きてとかスケジュールを立てるので、何時に着替えてとか何時に家を出て、どうしようかな。しましょうかね。7時45分に起きます。これで行こうと思います。なんかそこそこ早起き。私の中ではね、私の中ではそこそこ早起きです。これ7時半にしといては、それは眠い。
でも8時じゃちょっと不安。なので7時45分でも分からん。もっと前に目が覚めたら起きるかも。たまにある。6時何分とかに目が覚めちゃって、寝れなくなること。じゃあ今日は、そっか今日はあれか、日曜日か。お疲れりんりんでした。来週5月最後も頑張りましょう。頑張っていきましょう。いいえよ。すっごいやる気の出なさそうな AAO だった。いいえよ。ツアーもね、来週末はツアーですね。徳島、岡山、楽しみましょうね。すごい髪結んでるから頭が当たらん。お出迎え、そうお出迎えが合ってるじゃん、ツアーお出迎えが合ってるんですよ。入り口、皆さんが会場に入ってくださるところにメンバーが、その会場ごとのに違うんですけど、メンバーが数人立っててわーってしてるんですけど、私まだ一回も出てないですとだけ言っておきます。一回も出てないです、これまでの会場では出てないですとだけ言っておきます。え、でもちょっと待って、どこだったっけ。あ、でもね、福島昼夜あって岡山1公演なので、そう一人ね、結構2回とかあり、ある出るっぽいですねとだけ言っておきます。そうと言っておこう。でも分からんよ、どこ2つか分からんけんね。逆にどこか1つは です。どこだったっけ？もう31分じゃないか。お出迎え、どこだったっけな。
ほうほうほう。なるほどなるほど。なるほどね。いや分からんやん。まさかのね、そう、私はゼロ回かもしれんし。私確認したけど、ちょっと何も言えん。まあという感じですね。でもまださ、やったことないからどんな感じかあんま分からんけど、楽しんでいきましょう。という感じで、じゃあ壇上を読もうかな。じゃ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 ん。13位ゆういちさん、12位けんちゃん、11位ちくわドーナツさん、10位かずささん、9位やまいさん、8位ゆずきちさん、7位ようちゃんさん、6位 F 渋谷さん、5位たんたんたぬきさん、4位まーくん、3位とらさん、2位みーくん、そして1位しょういちさんです。ありがとうございます。ありがとう。そして明日吉の方はリバプールさんです。おめでとうございます。うん、白飛びしとるかと思ったらそんなしてなかった。じゃあね、今日もお疲れ様でした。ゆっくり休んで、明日からの1週間も共に乗り越えていきましょう。ということで、おやすみなさい。ちょっとおいっこくんに会ったけん、こういう感じになっとうかもしれん。おやすみなさい。今日の送ろうと思ってたお休みメールはまた明日送ります。バイバーイ。おやすみなさい。グッナイト。